土地活用を成功させた実例の真実に迫る土地活用ラボニュース。解説は資産活用に詳しい税理士の瀬戸口秀隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回ご紹介するのは土地をより有効活用するためにマンションを建築した実例です。なぜ土地の有効活用を考えたのか、成功への道のりは。東京都大田区、幹線道路沿いのこちらが今回の実例です。土地は97坪、10階建てで1階は貸し店舗、2階から9階は賃貸住宅が25室、10階がオーナー様の自宅として使われています。平成25年に完成したこのマンション。以前は精肉店を兼ねた築40年の木造住宅でした。オーナー様の船越美代子さんとご子息の勤さん、建て替えることになったきっかけは、隣の家が建ちまして、そこの設計士さんもお宅もどうですかっておんぼろに見えたんでしょうね。お家がいつかしなきゃいけないけどできないなって思ってました。そんな悩みを耳にしたのが、長年顧問税理士を務めている金子さんでした。資金繰りですよね。その点で船越さんは悩まれてましたので、金子さんは資金を調達するため、将来の賃貸収入の見込みや税金、相続も考慮した資産活用計画を作成。金融機関とも話し合い、資金調達に目処をつけました。そしていよいよマンションの建築。金子さんが船越さんに紹介したのは大和ハウス工業でした。大和さんはですね、私ども今までも随分お仕事一緒にさせていただいてですね、機動力の点も素晴らしいし、実際に不動産建てられる時の計画とかそういったものをとても信頼を得てました、私も思ってましたので。依頼を受けた担当者は、高額な物件ってすごい大きな、借り入れをしてたことになるんで、やっぱりご本人はやっぱり不安はありました。細かいニーズの聞き出しは設計部隊、建築士の人間がやらさせていただいて、私の方は資金計画とか営業の流れみたいなものを私の方で分担して担当させていただいて、最後にミックスしてお客さんのところに判断を上げる状況まで持ってって、ご相談させていただいた。すごく安心しましたね。それまでは不安だったんですけど。さらに日々精肉店の営業で忙しい船越さんのために、賃貸の運営管理は大和リビングの一括借り上げシステムを導入。空室の心配や入居者トラブルなどの不安も解消されました。今1個空いてますって言われても、やってって言われる、言える安心感周りに埋没しない、でも目立ちすぎないっていうのはコンセプトあったんで、よくなんかコンセプトに馴染んで、これから先もずっとこの町のシンボルでいてくれるのかなっていうふうに思っております。オーナー様の表情が生き生きしていて満足感が伝わってきますよね。そうですよね、はい。さて瀬戸口さん、気になるのは土地活用による税効果などですが、賃貸マンションではどのような経済的メリットがあるんでしょうか。はい、我々が一番気にするのはですね、いわゆる空き部屋が出た場合の収入が不安定なんですよね。今回のケースでは、ダイバーハウスさんの方で一括借り上げ、サブリースって言われるんですが、それを活用しているということで、向こう30年間収入が安定して入っていくということで、将来にわたって収益面でも安心ということですね。そうですね。税制面では賃貸マンションの場合はどのようにすれば、今回の場合に25室ということで、これ事業的規模、規模的にも大きいということで、いわゆる事業的規模ということでのメリットをですね、十分生かすことができるのかなと。25室、26室にしたことで収益面でも税制面でも安心ということなんですね。そうですね。瀬戸口先生、ありがとうございました。ありがとうございました。立地特性を考慮することが成功する土地活用の第一歩です。詳しくは大和ハウス工業にご相談ください。